エスクード。聞き間違いじゃないかと思ったんだけど、俺がいきなり会いに行って迷惑にならない？問題ありませんわ。そのための連絡も済ませてあります。いつの間に。で、時間はあったんだから当然か。セッティングした理由を聞いてもいい？一つはお仕事を手伝うためでしょうか。私どもを物語の題材にしてほしいとお願いをしつつ、それへの情報はお客様で集めろとはいささか困難です。だからこそさっきのマリーゴールドも本来は裏でやるようなやり取りを俺に見せてくれたんだろうし、もう一つは日下部様がここで過去に行われていた祭りに興味を持たれたと聞いたことです。祭り？ああ、マリーゴールドと外出した時に会ったな。学生がチラシを配ってた。はい、祭りに関しては町長さんも熱意を持っております。資料も豊富ですから、その点でもお力になれると思います。祭りか。率直に言ってしまうと強い興味を持っていたわけではない。好奇心が刺激された程度だ。でもお前、好奇心が刺激されたらなんかキャラクター変わるやん。あの集中線バリバリの集中線バリバリのなんか少年みたいになるやん。ただここを舞台に書くなら、過去に行っていた祭りというのは舞台設定や演出としてちょうどいい。なんかあれだな、エロ、これがエロ本とかエロ同人とかそういう話になるとなんかエッチな祭りになるんだけどな。要素だけを並べてみるとしよう。山の中の洋館、美しいメイドたち、行われなくなった祭り。これらを並べるだけでそこに物語性が感じられる。作家として言うなら、非常に美味しい要素となる。確かにネタとしても美味しいしな。改めてこちらからお願いするよ。町長さんを紹介してもらってもいいかな。はい、受けたまわりました。私服であり、普段とは違ったラフな格好だが、それでも育ちのいい礼をするのだった。ちなみに町長に会いに行くなら、俺も改めてもっとかしこまった格好とか普段のメイド服の方が良かったりしない？ご本人様はお気にされませんから。それにメイド服では先方のお手伝いさんと紛らわしくなります。なるほど、納得。向こうにもメイドがおるってことか。いやー、儲かっとる村だね。ついでにもう一つ疑問を聞いてみることにした。ローズマリーって基本的に相手を継承で呼ぶよね。うん。はい、ええ、その通りですが、ご不快だったでしょうか。全然好きにしてもらっていいよ。というか、普段から昨日みたいな呼び方でも全然構わないんだけど。あれはあの時だけです。頬が赤くなっている。距離が縮まった感じがあったので、俺としては少し残念だ。似合ってたのに。よくよく考えたのですが、やはりメイド長としてはお客様に対して失礼であると考えました。特に現在はブラックリリーがあけすけな態度をしているのでなおのことです。そっか、残念だけど確かにそうかもしれない。彼女たちはあくまで職務だ。私も彼女と同じようなことをしたのだと気づいた時にはベッドの中で身もだえたものです。ベッドの上でジタバタしている彼女を想像してしまう。ネグリジェを着て枕を抱いて足をバタつかせたり、
いや、ないな。下着やろ。職務と周知の間に葛藤があったんだろうか。それを思うと、今さら呼び名を変えろとも言い難い。話を戻すけど、ローズマリーが町長さんって呼んだのは、来やすいというか、親しみがある感じだったから。そのことですか。以前よりお付き合いがある方ですので、どうしてもそのようになってしまいます。なるほど。だからこそ、よそ者の客を連れていくなんてというアポイントも取れたのだろう。さて、ここからは車になります。少々お待ちくださいませ。ローズマリーの言う通り、しばらく待つ。やってきた車に乗り込んで大通りの方に向かった。富士屋。ローズマリーは支払いを済ませるとタクシーを降り、屋敷ともいえる大きな家のチャイムを鳴らす。ローズマリーと申します。富士家様にお取り次ぎをお願いします。富士家だった。はい、それは、いえ、ですが。だが早々に困惑した感じになっている。やっぱりいきなり客を連れてくるのはまずかったのでは。ああ、いえ、そのようなことは。そう言ってる間に屋敷の門が開く。中から杖をついた初老の男性が現れた。ローズマリーを見るとやや目を開く。それも一瞬のことで、余裕のありそうな穏やかな笑みを浮かべた。お待たせしてしまったかな、ローズマリー。いえ、そのようなことは。そしてお客人、はじめまして。私は藤家六郎という、ここで町長の役職を預かっている。はじめまして、日下部明と申します。どうぞよろしくお願いします。常備している名刺を取り出して渡す。彼からも返礼の名刺を受け取ると、今聞いた通りの肩書きが記載されている。さて、少々散歩に付き合ってもらえないかな。本来ならば家の中で茶を出すべきなのだろうが、今日は誰もおらんのでね。特に断る理由もない。申し出を受けることにした。わかりました。そして数分歩き、やってきたのは公園だった。こちらの公園は藤家様が整備されたのですわ。それ以前は貯水池の隣に小さな公園が隣接しており、近くの林は子供たちの肝試しの場となっていたそうです。おお。改めて聞かされると、偉い人なのだと実感する。そんな、やめてください。もうずいぶん昔のことです。そして、知り合いであるからには、ローズマリーが館のメイドに過ぎないことも分かっているはずだが、言葉も丁寧だ。藤家様、私に対してそのようなお言葉遣いは不要ですわ。うん、そうかね。そちらが良いのなら楽にさせてもらおうか。綺麗なところですよね。自然も豊かですし、雰囲気もいいです。私はここの入り口の売店で売っているアイスが好きでね。よかったらお一つどうかな。ありがとうございます。断るのも失礼だと思って礼を言う。本人がそちらに向かって歩き出す。後を追うと、売店で3つ注文をしていた。どうぞ。いただきます。ありがとうございます。おごってもらってしまった。
見ず知らずの、年上にアイスをもらうなんて子供の頃以来だ。見ず知らずではないやろ。見とるし知っとるねか。食べてみるとバニラの味が濃厚で甘みが強い。でも後を引く感じじゃなく、ついつい進んでしまう。美味しいですね。もう少し山の方に入ったところにある酪農家と提携していてね、こちらの方でも売り出してもらっているんだ。なるほど。地域にそういうつながりをも持たせられるのか。子供の頃からこの辺りは遊び場にしていたが、事故も絶えないところだったからね。最初に手をつけたのがここだったんだ。あとは人が集まるようにお店を誘致したりこういう話は退屈だね。そんなことありません。もっと聞かせてください。社交辞令というわけではないようだね。この手の話題でここまで熱心な目を向けられたことはないよ。先日もお話ししました通り、日下部様のご職業は作家ですから。作家の先生にお会いするのは初めてなんだ。苦笑されてしまった。でも実際に住んでいる地元の人に教えてもらうのは勉強になる。手帳を取り出してメモをつけるのも失礼だと思い、頭の中に刻み込んでいく。それにしてもローズマリー。はい、何でしょう。今日はスミレ殿ではないのだね。しばらくは彼女が来るものと思っていたので少々驚いてしまったよ。スミレ？初めて聞く名前だ。一応花の名前でもあるな。女性っぽくて、そして花の名でもある。彼女たちの、命名規則に従うのなら、以前にいたメイドだろうか。前にいたメイドか誰か。それはどうやらいないようだね。余計なことを言ってしまったかな。いえ、そのようなことは。さすがに前からの知り合いだけあって、以前の館の住人にも詳しいようだ。どんな住人がいたのか興味は尽きないが、せっかく町長さんを紹介してくれたのだから、メイドの話ばかりもできない。とはいえ、全く無関係の話をするにも前振りが必要だ。そこで館に関係がある話を町長さんに振ってみることにした。町長さん、藤井さんとお呼びした方がいいでしょうか。どちらでも構わないよ。親しい者はロクちゃんなどと呼ぶからね。厳格そうな雰囲気をしているが、やはり気さくな人らしい。さすがにそれは。では名字で呼ばせていただきます。藤井さんは紅葉館の当主様とは親しいのですか。自分はまだお会いしたことがなくて。よかったらどのような方か教えてもらってもよろしいでしょ、良いでしょうか。それならば彼女に聞くのが手っ取り早いと思うが。実はこれまで聞いたことがないんです。教えてくれると思うのですが、必要があれば話してくると思いますし。秘密にしていると。ジロリとローズマリーを見る。そのような目を向けられては、まるで私が当主でありながらメイドを名乗っているようではありませんか。確かに。そこまでは言っていないがね。実はそれも疑ったことがあります
ほら、先生にも疑われているじゃないか。もう、草壁様まで。私にそのような迫力はありませんわ。とすると、当主様は迫力がある人なんだ。それを誘導尋問というのです。そんな軽口を叩いていると藤家さんが難しい顔をする。迫力か、確かにそうだな。私は当主様には過去に数度会ったきりだがね、彼女の持つ迫力は忘れられない。彼女ということは、ご当主様は女性なのですか？女ばかりのところに住んでいるのですから、当然ですわ。いや、わからんよ。女好きの男の当主が、ねえ、女をはべらせとるって可能性もなきにしもあらずじゃないか。ローズマリーは何を当たり前な、とばかりに言う。それも知らなかったのかね。ローズマリー。それくらい教えてあげてよかったのではないかな。隠しているわけではありませんから。まあ確かに聞かなかったのは俺だけど。それはなぜだ？気になったりするものだと思うのだが、作家の先生としては気にしない部分なのかね。そうですよね。少し考えながら、当時のと言っても1週間前の記憶を思い出していく。仕事だと思っていたからだと思います。ほう、意外なことを聞いたとばかりに目を見張る。私からすると、仕事の付き合いだからこそ相手のことは深く知りたいと思ってしまう。先生は先ほど私の話に対して聞いたことを忘れまいとする興味と熱意を見せていた。だからこそ意外でもある。洞察力鋭いな。さすが町長さんだ。妙な関心を覚えつつもそれに応える。自分の仕事は編集部からの、メールや端末を通じてやり取りをし、その内容を書いて送るということでほぼ終わりになります。この際重要なのは自分が何を書くかであり、打ち合わせ先となる相手のことはあまり重要ではありません。目の前の文章に取り掛かり、それを扱うのは先方という認識になります。もちろん取材対象が自分、人間で深く知らないと書けない場合は、相手の素性は重要な要素になりますが。そうではなかったということかね。はい、自分は彼女から高揚感について書くように依頼を受けました。その時点で当主様は不在でしたので、当主様が不在の館を書こうと思っていました。元からいないのだから、どのような人物であるのか意識から外してしまうと。納得はできたが、やはり理解はしがたいな。ああ、いや、先生のことを非難しているのではない。そういう意識の切り分けができるからこその仕事なのだろう。人によってやり方はいろいろあるみたいですけどね。すまんね、変なことを聞いて。なんというか、抱いていた印象と随分違ったので、その驚きもあったのかもしれない。驚きと言いますと？気を悪くしないでほしいのだが、テレビ番組のレポーターのような仕事なのだと思っていたのだ。彼らは音声として作り上げた原稿を発信するのだが、作家の場合は文章でと、そのような認識を持っていた。なるほど、似ているといえば似てるかもですね。どっちかというと第一次生産者に近いですよ。
畑を耕すと？うちの祖父は漁に出ていましたので、そっちへ例えるなら、魚を取るのが仕事で、ご家庭の食べ方は関与しないという具合です。自分は文章を書くまでで、必要がなければ深入りもしない。その文章を受け取った人のことも自由に、と。これはある意味投げっぱなしの考えなのかもしれないですね。試作の海から言葉という魚を釣り上げ出荷するというわけか。随分素敵な人じゃないか。いやいや、町長さんこそ。自分はそこまで考えてはいませんよ。気がつけば詩人にされかかっていた。俺の講義に町長は声を上げて笑う。まあいい、大体どんな人か分かった。ローズマリー、彼に協力するよ。ありがとうございます。協力？ああそうか、祭りの資料があるってさっき聞いたんだった。お忘れになられていたのですか？いきなり聞かされたら仕方ないだろう。もともとそっちを探してたわけでもないんだし。でもあると助かる資料であることは間違いない。さて、少し脱線してしまったが話を戻そうか。ああはい、ご当主様のことですね。町長はうなずくと話を続ける。先生に補足として説明をすると、彼女たちが住んでいるあの館の当主が女性であることに意味があるのだ。意味ですか？というと元から女系の一族？そうとも言える。この町に過去にあった祭りについて聞いたことは？はい、少しだけ。あとは学生が配っているチラシをもらったこともあります。あれによると、過去に行われていたけど廃れてしまって、今ではもうなくなってしまったようですが。なくなってしまったのは、祭事を取り仕切る者がいなくなってしまったからなのだ。そして当時伝わっている名をもみじ様という。もみじ様ですか？もみじ、漢字で書くと紅葉となる。以前に当時の当主の名前を聞いたことがある。確か篠崎もみじという人だった。この紅葉、もみじ様かと、お祭りで祀られるもみじ様は同じなんだろうか。紅葉館が今もあの名前だし、決して、偶然ではないとも思う。紅葉館のご当主が取り仕切り祀っていたものだ。今では行われなくなってしまったが、私は再びあの祭りを行いたいと思っている。紅葉館の当主が取り仕切っているとなると、やはり先祖を神様として祀ってるっぽいな。行われなくなってどれくらいになるのでしょう？50年か、いやもっとか。最後に行われたのは子供の頃だったな。ないだが、世間に出すならば必ず祭りの内容を盛り込んでくれ。何のきっかけもなく祭りを蘇らせるのは難しい。自分の書く話がそのきっかけになるということですか？でもこちらはローズマリーに提出するだけで、出版するとかそのようなお約束は俺だけでは。ご機会がありましたら思い出していただくだけで結構ですわ。藤家様もそれ以上を求めてはおられません。ああ、形になったということが大事なのだ。むしろその点から先生を助けてあげられるかもしれない。編集と打ち合わせをするときに、ここの町長が乗り気だったと話しておくことはできる。その結果、何らかのタイアップや反則のきっかけになるかもしれない。
うまくいくかどうかはわからない。というか確率は低いだろう。でもさっき自分で言ったしな。漁で魚を取るとこまでが仕事。出来上がったものを誰がどう食おうと構わないと。俺なりに頑張ってみます、その後のことは分かりませんが、それでよろしいなら尻をお貸しください。町長に向かって頭を下げる。資料は後で届けると約束してくれた。